災害系には、日本の実業家、東洋ライス代表取締役、創業者、東京農業大学客員教授、一般社団法人和歌山県発明協会、副会長、和歌山市少年少女発明クラブ副会長、一般財団法人災害技術研究所名誉会長、一般社団法人メディカルライス協会理事、全国無線米協会顧問、 和歌山県和歌山市に生まれる。1949年、和歌山市立上等中学校を卒業。祖父が1916年に設立した、災害紹介を手伝う。1961年に石抜け機を発明。11月1日、株式会社等養製マイキ製作所を設立。1963年4月8日、財団法人災禍技術研究所を設立し会長に、 就任。1985年、東洋製米機製作所社長に就任。1990年、味時計を開発。1991年、無洗米を発明。1998年、残留農薬一斉分析法、MAPS を開発、自宅分析サービスを開始。2000年、全国無洗米協会を設立。2005年、東洋ライス社長に就任。 金目米を開発。2012年11月21日、谷田食堂の金目米を発売。2013年3月1日、両社を合併し、東洋ライスを設立し社長に就任。2015年3月、金目ローカット玄米を開発。2016年7月27日、世界最高米がギネス世界記録公式認定。2016年9月7日、 食味維持システム、エコグリーンカップセルを開発。2017年4月20日、JA 島根と東洋ライス、金目米,米製造販売で協定を締結。2017年9月1日、ト都ト製鏡と米の製に関する基本協定を締結。2018年7月18日、タンパク質を減らした、包装米飯、タンパク質を抑えた、金目ローカット玄米ご飯を開発。 10月、経団連に入会。2019年3月5日、米粉グルメ専門店、金メッコキッチンを銀座にオープン。5月15日、一般社団法人メディカルライス協会を設立。7月8日、東北大学と脱老玄米食による認知機能維持効果を検証。12月23日、SDGs 貢献活動を国連で発表。2020年2月4日、 次世代ブランドの米事業を開始。米、食味分析コンクールで佐藤さんら特別優秀賞。柏崎日報。2020年3月11日閲覧。米の性栽培部門の創設と出品のご案内。小室市産業振興部、農林化農業ブランド振興係。2020年2月5日閲覧。栽培別部門前の性。米、食味鑑定士協会。 2020年2月5日閲覧、東洋ライス、東洋ライス。2020年2月5日閲覧、金の恵み、農研機構。2020年2月7日閲覧、ありがとうございます。